水揚げ量の大幅な減少で出荷を見合わせている完全養殖の唐津久ウサバ。今年は大幅に稚魚を増やすことに成功し順調に育てば来シーズンは例年の2倍を超える出荷が見込めるということです餌の管理によって安全でおいしい新たな水産資源としてブランド化された唐津ウサバは毎年10月に出荷が始まりますが 水揚げ量の減少で現在、出荷を見合わせています唐津市と佐賀玄海漁協は今シーズンの状況について去年の赤潮の影響で大量の成魚と稚魚が死滅したことから大幅に水揚げ量が減ったと説明しました一方、ことしは12万匹の稚魚の飼育に成功し順調に育てば来シーズンは例年の2倍を超える出荷が見込めるとしています 例年よりも多く渋谷の方を生産してますので、全国の皆様、いろんな方に食べていただきたいと思っております。稚魚の飼育は、今年4月から始まっていて、来年春をめどに、成長の早いものから出荷を始める予定です。